イタリアからこんにちは。日本を離れて20数年、ヨーロッパ在住のピアニスト兼ピアノ演奏アドバイザーの春菜です。悩めるピアノ学習者の方々の少しでもヒントになればと思い、このチャンネルを配信しています。さて、なくて七癖、人は気づいていないだけでたくさんの癖を持っているという意味ですよね。皆さん、何か癖お持ちですか？自覚しているものってありますか？今回はそんな癖の中でもピアノに悪影響を及ぼす癖についてお話ししようと思います。それがどんな悪影響につながるかというと、全体的にこう歯切れが悪い重い演奏になる場合です。例えばさあ、皆さんだったら今の演奏のどこが問題なのかすぐに分かりますね。結構下手な模範演奏うまかったと思うんですけれども、そう、重い重い、なんだか幽霊か何か悪霊か何かにすごい手全体腕全体を上から押されてるように重く感じませんでしたか？これもちろんそう、大事な問題、腕が異様に下がっている人の問題です。これね、癖なんですよね。ちなみにこの癖の特徴というのはカメラのアングルでも変わってきます。今はちょっと斜め上からほんの少し高めにこう撮っているんですが、なのでかなり低く見えると思います。でも実際はこの腕の位置、ここの位置ですね、ここの位置は発鍵の位置よりもちょっと低いかなぐらいなんですよ。で、このカメラのアングルがこう下に降りてくると、そう、そんなに下がっているというイメージにはならないと思います。で、もちろんカメラがこの鍵盤の高さぐらいだったりすると、むしろ、お、ちゃんと立ってるじゃんって思われるかもしれないんですね。でも最初の形はこれぐらいでも、そう、弾き始めた時に一気にこう力をこっち方向にかけちゃうんですよね。こっち方向っていうのは手首の位置にこうダラーンと体重をかけてしまうということです。この手首の位置に体重をかけるのではなく、流れ込むエネルギーをこう指先に流し込む、こう流し込むのが大事なんですよね。この場合、そう、手首は全然動いてない。正しいエネルギーの入れ方、次に先ほどのような重たくなってしまう弾き方、明白ですよね。よくピアノのレッスンなどで使われるフレーズとしては、手首を柔らかくって言われること多いと思うんですね。でもこの手首の柔軟さを子どもの頃に教わると、結構な確率でこの上下の柔らかさだと思ってしまう場合っていうのが多いんですね。でもピアノで必要なのは、こういう DJ みたいな横の平面の柔らかさです。こうです、こっちじゃなくてこっち、これが大事になってきます。なのでこうですね、こう動けるかがキーになってきます。こっちじゃないです。これなかなか直すの大変なんですが、大体においてこの癖が抜けていない人というのは筋肉を意識してない場合が多いです。ここなんですよね。ここでちゃんと支えることで形状記憶維持っていうんですかね、この形を変えないという筋肉の使い方が必要になってきます。これ今ダラーンとしていて筋肉発動していません。筋肉が発動していない場合は上に腕を持ち上げることって無理ですよね。この動きをするのにもここの筋肉必要です。若干ちょっと硬くなってます。あとはそう、この形を変えないという筋肉命令必要になってきますね。これを直すのは結構大変です。この癖が大なり小なりある人の中にはかなりの確率でとある
癖を持っている人が多いんです。ピアノオンラインアカデミーでは、初級の曲を使って時短の譜読みの方法、フレージングを美しく弾く方法、楽天の応用などを見ていきます。鶴に100番では特に楽天の応用やフレーズの綺麗な作り方、プレインベンションでは対法のしっかりとした学び方、こちらを重点的に見ていってきます。またピアノ上級者、ピアノ先生方には現代ピアノとチェンバロ奏法の融合、それによるワクワクするような即興的なおしゃれなバッハ、こちらを偽のインベンションを使って見ていきます。興味がある方はぜひ www.harunapianisto.com を覗いてみてください。それが何かというと、弾いていない時にここに手を置いている人です。身に覚えありませんか？これちょっと弾くの疲れたな、ちょっと楽譜見ようかなっていう時に、全くもってちょうどいい形で作られてるんですよね。ここがもうちょっとカクカクしてたら、そんなにねこれ手のひらを置こうと思わないと思うんですよ。このピアノの形っていうのはね、すごく美しいんですが、まあこたつから抜け出せないダメ人間になるように、このカーブにどこいしょって寄りかかってしまうダメピアニストを作り出さないように気をつけたいところですね。これはアプライトピアノにもありますね。意外と電子ピアノにはこのカーブないので、あと電子ピアノでもあんまり本格的じゃない電子ピアノだと頼りなさそうっていうのが多分弾いてる本人にも伝わるので、あんまり寄りかかったりはしないんですよね。これがまたかなりアコースティックピアノに近いがっしりとした作りの電子ピアノだときっと寄りかかってしまう人結構多いと思うんですけど、これ問題になってきます。もしも私の今のこのピアノのように黒いテカリのピアノであったら、ここ汚れてないかよくチェックしてみてくださいね。ここがちょっと油っぽかったら、無意識のうちに置いてる可能性高いです。ツルツルのピカピカだったら、その癖はおそらくないでしょう。そんなのも一つの目安にしてみてください。まずはこのここに寄りかかるという癖を直すことから始めてみましょう。ピアノを弾いていないときは、楽譜を見るときは、そう、膝の上か譜面台この辺に手を置いてみる。わざとちょっとよくピアニストがこうやるようなかっこつけた形ですよね。この形でもいいです。この形でちょっと休憩させる、まあ、膝の上っていうのは結構ねかしこまった感じがしちゃうので、リラックスしてピアノを弾いてる時ってあんまり自然にこの形って来ないんですよね。なのでまあかっこつけおすすめです。まあでもかっこつければここに油の汚れつくので、ちゃんときれいに拭いてあげましょう。でもアプライトピアノはこのようなグランド式の形になっているのは、可愛のある一種のピアノぐらいだと思うので、ほとんどが寄っかかれない感じだと思います。なので寄っかからないでください、危ないです。なのでアプライトの場合は、まあ、ここに置かない、膝の上にできるだけ手を置くということですね。そして重いピアノの弾き方になってるかもという不安を抱えている方、ぜひ手首動いてるか動いてないか、この3番目はさすがにね、なかなかないと思うんですが、ちっちゃいお子さんだったら結構あるんですけれども、大人の方だったらそこそこだいたい筋肉ついていらっしゃるので、まあ、2番目ですね。2番目のこの小刻み。こういうふうに小刻みに揺れている方、要注意です。揺れているということは、そう、筋肉で十分に支えていないということになるので、まあ、もちろんねリズミカルに乗る曲だったら多少の上下の揺れはありますが、特にレガートで弾きたいのになんか揺れてるなという場合は要注意です。このように動きはこうです。こう平面に動くイメージをしてください。けれどももちろんこんな風に大げさに弾くとみっともないので、その動きをキュッと濃縮させるイメージです。ためになったなという方はぜひいいねボタンを押してください。励みになっています。ではまた次回。チャオ。